上前の奥身の閉じの次は下前の奥身の閉じをします。やはりこのように吹きをきっちり揃えて、表と裏の縦縫いの着せ山を揃えて、このように増し針を縦に打ちます。吹きを確認して、これを縫い代を持ってひっくり返して、どちらかというと常に手前にある方の生地が緩くなりがちですので、緩くなりがちというか普通、緩くなりがちになるので、ある程度意識をして裏が緩くなるような気持ちで待ち針を打つと平らになると思います。このように触ることによってですね、隠れちゃったんだよな、こう触るってことによって釣り手を確認しています。このように下げてですね、こんな感じで待ち針を打っていきます。こんな感じで触って確かめます。先ほどのところを打ったら、今度は上から見ます。こっちが奥見下がりですね。釣り合いを確認して、このように釣り合いを確認してですね、ここですね、ここがこっちが奥見下がりです。このように待ち針を縦に打ちます。先ほど打ったこっちが裾ですね。これで釣り合いを見ます。ちょうどいいようですので、ここがだいたい開く限界のとこです。そしたらそこにまずちょっと上ですね、先ほどのように縦に待ち針を打ちます。そしてこう釣り合いを見ます。ちょうど間に待ち針を打って、開くところまで、うーっと開くところまで持っていって、指で縫い代をこう起こしながら持っていって、それで縫い目と縫い目をこう揃えて、縫い込みを起こして待ち針を打ちます。上前同様、裾口から縦閉じを、奥身の閉じを入れていきます。縫い目と縫い目を揃えて、
みの閉じはこのように開くところまで入れます。最低でもですね、このお組の小はぎ、これを超えるようにします。こちら側ですね、超えるようにします。このように持って縫い目を合わせて、縫い目を揃えるときに、こっちの裏、遠い方ですね、表でも、これをこう、こっち上下動かすために、自分はこの左手の中指と薬指を使って、これをこのように挟みます。これで上げたり下げたりして調節します。それで右手の方は、この持ってる針ですね、指抜きを使わずに、まず針を刺しておいて、で人差し指を添えて、これで調節して、刺す深さを調節して、ここだと思ったところで止めて刺して、そして人差し指を添えて親指と中指で針を押し出します。このように、それで中指のお腹で押して、もう一度人差し指と親指で持って抜きます。この繰り返しで自分は閉じを入れてっています。ピンと引っ張った状態ですけど、このように止めます。最後にこの釣り合いを見たためのこの待ち針を外しておきます。この部分が閉じてない部分です。閉じが入るので問題ない。